ナマズの大口。あんこは前のボスや。小島だ。あれ、あ、逆か。あれ、曲いいアレンジだな。コンパス、小島、ちくしょうちくしょう、めんどい、やんね。あー、これかふっつって、ちょ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 、戻るんだね、時間。はい、ようできておりますなあ。あ、これ赤いやつはあれだ、骨投げてくるやつだ。こいつはですね、そうそう、骨ブーメランやってくるやつですね。あー、これは合わせればいいのかな。いい音だね、陶器みたいな。うぃー、なんですかこれ。これは、え、なんだっけこれ、どっか、あ、ここ、そうか、あいつか。はい、まあ基本的には対処法は、まあため切りすると、まあ逃げないっていうのが。ああ、バカ、あの骨ブーメランの方。助かる。いや、俺本当にあれだな、防御上げといてよかった。マージで、どうなんだ。うーん、宝箱あんな、宝箱。止まるんだな、すごいな、そんな家庭の君。おおおおおお、おもろいことなってんな。ああ解き放たれたんだけど。やっぱ矢必要なんですか。まだいいね。ああ、こいつもしかして違うか。やお、あれ違う。気合だったな。あれ、頑張ってきたのに。
よし。ん？ご苦労の騎士。うわ。確か、こいつは。どうなの？縦で。防御してから、あれ行くのがいいかな。おい。崩れやすすぎるな。かなわねえや。ここはひとまず退散するぜ。崩れやすすぎるだろ。あいつ好きだな。箱の中身は俺様がいただいた。欲しければ捕まえてみな。マスタースタルフォン。マスタースタルフォンって言うんですね。おもろいね。ボム、まあボムそうっすね。あいつにボムが効くんで。かじすっかなこれ。階段どこつながるんだろう。まあいいや、階段行ってみ。てめえマリオ感マリオ感あるわ。それくれー。小島早いな。はい。痛かろうって。あんま関係ねえかな。ちょっと早くなるかな。あれ？関係あらず。ああ、動かせってことか。いって。え？よっしゃー。ハハッ。こんなんかあんすか。トゥトゥトゥ。げっそ。ガビってるガビってる。はい、ダメー無理ー。はい、ちくしょう。こっちは聞いてたのか。
爆弾。ここ3。なんだ。あ、地図。さす、ここは3か。先来ちゃったな。はい。来いや。こいつ強くなってくんだっけ？マスタス見つかっちまった。しつこい野郎だぜ。あれ、ワードできんくなった。あ、できた。普通に食らっちゃったらしい。あれ、角度があれか。はい、退散するぜ。で、さっきんとこね、3ね。へいすげえさっきぶり。これすればできんのかな。普通にガードされるだけ。やべえ、矢打っちゃう。そっか、振りかぶるときにあれか、回転切りいけばいいのか。あ、下手くそ。あ、これ確か戻った方が早いのかな。これはこれで終わりだ。おお、挨拶は抜きか。だから最後だ、すげえ強かったような気がする。気のせいか。下手くそ。やるじゃない。面白いやつだったっすね。バヨヨーン。フックショットいいね。フックショット気持ちいいですよね。てかこれ思ったんだけど、これはどう、なんでだろう。なんか、あの、俺の中の計算と合わない。こんなにアイテムあったっけ。隠し武器でしょ。隠し武器っつうか。で、あと、八面の武器でしょ。なんか2個ほどが合わないんだよな。なんかあんのかな、まだ。ま、いいや。フックショットいいよな。で、こうなりますね。飛べます。はい。お、100？ シルバーが100でゴールドが300か。
あれ、ここなんでこれ、これやっとらんかったんか。やってなかったんだ。単純にやってなかったらしい。はい。おー、いいね。フックショットな、楽しいだよね。かなり好きですね、フックショット。ダメなんだって、それ。学ばねえな。あ、これでしょ？おお、ケサランパサラン。使えばいつでもハート回復。ケサランパサラン手に入りましたね。これが、こうなります。助かりー。やべ、結構食らってんな。雑魚が。おー、全回復。助かるな、ほんとに。栓抜き。ほんで、ここがいけんのか。栓抜き、あ、こっちもあんのか。危ね危ね。この人たちが中ボスか。あー、なるほど、そうか、これだべ多分。あれ違ったっけ。突っ込んでくんの、そのパターンもあんのか。爆弾弓にしたらどうなんだ。ダメだ、俺が食らう。これがあれね、アタックの時。クソ、オッケー、分かった。いや、バカ、もう。まだ。タグだな。え、なげ。速くなってんね。あべ、間違えた。くそ。あー、下手くそ。まだ？あー、これ意味あんのかな、わかんないけど、とりあえずやってみるか。いや、食らってる感ないな。これはフックショットは意味ないよな。あれ、フックショットこっちか。あ、意味あった。なんだこれ、フックショットでいけたんか。
超送るけど。なんだよ、簡単じゃねえかよ。助かるー。さてと、スラちゃん飛び道具っつうのはやっぱいいですね。うん、制限もねえし。ああ、これか、これ痛いんです。おお、やるか。あー、気持ちいい。かっこいいな、やっぱショット。え、あ、ボス名だこれ。というわけでね、入り口。あ、ちょっと待って、あ、中ボスワープしないとあれなんだ。じゃあちょっと中ボスワープまで戻るか。あれ、入り口までワープしかない。じゃあなんで選択制なんだ。なんで選択制なんだ。あ、間違えて吹いちゃった時用のキャンセルってことか。いいか。はい。お、金か。はい。あれ、金ばっかりもらえる。いや、ありがたいけど。右側とあとあっちか。階段、あれ、どこの階段から行くんじゃん。小さな鍵とボスの鍵だよな。こっちがじゃあ小さな鍵か。伸ばすだけ。オッケー。オッケー。来ましたな。あれ？下なんか、いや関係ないよな。振り逃しとかもないよな。読めんだっけ？なんであれ小さい鍵1個余ったんだろう。おめえか、風の魚を起こしに来た。キシクチャル。かって言うんだね。あ、そうだ、これなんかちょっと逆回転。出てきた。え、出てくんの君。え、あ、クソマジか。橋まで来ねえんか、これ。短いな、俺。ダメだった。そっか、引っ張られっから、あっちが死ぬんだ。シェー、悔しい。
おめえまだこの島がどんなとこか分かってねえな。キシシシ、お人よしなやつ。キシシシ、ボス倒すとこの辺から喋るようになりますね。最後ウェイ12個、20までいくよね確か。オッケー、これなんだ。あー木琴か。あ、マリンバ。神殿に島の秘密がある。